い。おい。さだとっとですね、今日からスタートしました。第1回目は、ちょっと先にね、みんなで自己紹介をしたいと思うんですけれども、まずは講師の、吉野裕太郎選手です。パチパチパチ。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ簡単な自己紹介をどうぞ。はい、日本語でこれは行きましょうか。ポルトガル語と英語できますどちらでも、はい、吉野裕太郎です。25歳サッカーやってます。よろしくお願いします。24歳ですよね。あ、24歳でした。18日になりました。プレゼント待ってます。10月18日です。ね、25歳ですね。はい、はい、そしてですね、今日はですね、チームメイトのスペシャルゲストの、花房実選手も来てくださってます。どうぞ。花房実です、25歳、独身です。よろしくお願いしますこれ何だろう。アピール、アピール。さあ、今日もですね、楽しくですね、まあ、第1回目なのでぐたぐたしちゃうと思うんですけれども、まずは、この回は一言だけまずポルトガル語を教えてもらってみんなでマスターしていきたいなと思ってるんですけど、ちょっとこの間ね、プレイでやったやつがすごい良くて、こんにちはでしたよね。こんにちはでした。覚えちゃった。ボアタルジ。ボアタルジです。ボアタルジです。ボアは、まあ、グッドみたいな。いい。うん。タルジが午後。午後。で合わせるとこんにちはになる。うん。グッドアフタヌーン。グッドがボア。ボアアフタヌーンがタルジですね。はい。ね、なんかいいね。わかりやすい。わかりやすい。うん。はい。ではですね、そもそもですね、なぜ裕太郎選手がポルトガル語そんなに堪能なのかってことをちょっと聞きたいんですけれども、ちょっとマイクないので声大きめでお願いします。中学卒業して、15歳でブラジルに一人で行って、6年間ずっとあっちで生活していました。すごい。誰も日本人がいなかったって聞いたんですけど。そうですね。で4年間1回も帰ってこなかったんで。やばくない？15から20歳までずっとあっちにどっぷり使ってました。ですね。すごいよね。はい、だから多分日本人じゃないですね。ですね。やっぱりそう。ブラジル人ですね。はい。あとは、そうですね、みなる選手にもね、ちょっといろいろ教えてもらいたいんですけれども、あ、ごめんなさい、ちょっと、Pがちょっと指示出すので、Pの指示待ちしてます。すみません。はい、Pどうぞ。はい、みなる君は、ゆうたろう君のチームメイトとしてどう思ってるんですか？あ、彼、どういうキャラクターなんですか？チームメイトとして、まあ、真面目で、いいやつっていうのが第一印象になります、で今でもそれは変わらずっていうところがあります。仲いいですしね、やっぱりね。逆に、ゆうたろう選手から稔君の。そうですね、稔は、まあ、真面目でめっちゃいいやつ。いいでしょ。まあ似てますね、二人ともね。すごい穏やかで優しいですからね。いつもオンラインのクラスって言ってますけど、優しくって楽しくね、いられるみんなとね、共にね、生きていけたらね、一番ね、はい、いいなってことで、女子ばっかりの中に二人が優しい二人が加わってくださいましたので、これから毎週お届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。じゃあ今週一言ずつね、ポルトガル語教えてもらいたいんですが、今日の初めての一言っていうのは何にしましょうかね。これもうちょっと帰ってきたんですけど、はい、トランクイードです。トランクイード。トランクイード。はい。意味は下に書いてある大丈夫。ああ、ね、大事な言葉ですよこれ。ちょっとね、発音がね少し難しいんですけど、トランク色って言い方なんですけど、まあ、ちゃんと言うと TRA は一緒に言っちゃってほしい。トラ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 クイ
トラ、うん、クイーン、ロ、うん、まあ、全部言うとトラクイーン、トランクイーン、はい、なんかスペイン語でトランキーロってあんまり聞いたことないですか？ないかな。プロレス好きな人とかだって聞くんですけど全然好きじゃないかも、はい、まあ、大丈夫ね、何があっても大丈夫っていうので、なんか自分はサッカーブラジルでやってたんですけど、大体ミスしたらみんながトランピードって言うんですよ。それがいよいよみたいな、はい、大丈夫大丈夫落ち着いて、じゃあみんなで、じゃあ先生の言葉にの後に、あの皆さんも一緒にじゃあ復唱しましょうか、3回くらい、はい、はい、じゃあ先生お願いします。トランクイード、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 どうですか、なんか3人って怖い、3回怖いし自分が入ったね、皆さん覚えましたか、来週テストしますよね、トランクイード、いいですね、これすごい大事な言葉ですからね、はい、今日も勉強になりましたね、先生ありがとうございました、オブリガード、オブリガード、オブリガード、女性オブリガード、あ、はい、女性はだで終わります、オブリガード、はい、オブリガード、男性はオブリガード、はい、どうぞ、オブリガード、ちょっと変な言い方変わりました。前々、前々、前々、もう一回お願いします。もう一回言ってください。もう一回、じゃあ、お願いします。先生、じゃあ、先生の女性、オブリガーダ。オブリガーダ。私もやばくないですか？はい、大丈夫。来週までにちゃんとしっかり学んでください。はい。トランクイーロ。じゃあ、今週は大丈夫。トランクイーロ。トランクイーロ、ここを最初に一つまとめて、はい、こことここ、そうですね、3つに組み、3つですね、はい、トランクイロですね、はい、そういうことでした。ということでみんなで次はですね、はい、動画をですね見たいんですけど、あ、いろいろとですね言いたいことがたくさんあるんですが、まずですね、ゆうたろう選手のご実家はですね、100年間続くですね、畳屋さんの2代目にあたるですね。で、なんか見てください、後ろのこの商品を。見るかな、見るかな、前に持ちましょうか。こっちを持って、いぐさなんですよね。こっちを持ってったら。そうですね、まるちゃん、これは、あ、ここ近くに。ここに、ここに。あ、それは。うん、こんな感じです。これはインテリアにも使えますし、あと香りがなんか強かったりとかするので、あの虫除けとか魔除けとかにもなってるので、ちょっとなんか日本風でかっこいいですよね、はい、フレッシュなやつをお届けしてくださいますので、奇跡の食卓来ていただけると、とてもフレッシュなものを購入いただけますので、ぜひご興味ある方は教えてください。ということで、次はゆうたろう選手がずっとこう TikTok とかで動画を翻訳をしているものをちょっと聞いてもらい、見てもらえる感じですよね。はい、なので少々準備いたしますのでお待ちください。いや、eu sou bom. Sou bom de dar o meu melhor, de buscar o meu melhor.Erro muito, cara. Com 38 anos eu erro demais. Mas trabalho pra caramba e sei que eu vou acertar. Muito mais do que errei. O índice de sucesso na vida de uma pessoa corresponde a 15%. 15 de 100. 85% é fracasso dos vencedores, dos homens de sucesso que não desistiram por isso. Não sou eu que vou desistir. Agora, a gente sabe que não é fácil.Não é um discurso para jogar para cima, achar que é fácil, não é fácil. Eu não estou satisfeito com o resultado no todo, meu, pessoal. Eu sei que eu posso melhorar. E eu vou melhorar. E nós vamos melhorar. O time vai crescer. 16 jogos, vamos embora, nós estamos juntos. Deu errado 1, 2, 3, 4, 5, mas tem 16 que a gente vai lutar e nós vamos estar com vocês até o final. Que cada um que errar saiba que ninguém errou porque quis errar.A gente trabalha para acertar. O bom é isso, que não é fácil.
porque nós vamos lutar com todas as forças para reverter essa situação, trazer alegria para o nosso torcedor, com alegria no seu coração, no seu sorriso, porque você também sofre, eu sei. Eu sei, a gente trabalha juntos aqui. Eu conheço cada funcionário aqui, eu sei. Quando a gente perde, quando a gente chega aqui no dia seguinte, eu sei como é que é. Agora, isso não pode condicionar a minha vida. Um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim, não pode significar que eu tenho uma vida ruim. E para mim não é assim, cara. Não importa, cara, eu não desisti de sonhar e de acreditar que isso daqui ainda vai virar. Vai virar porque o trabalho, ele consegue o resultado que ele proporciona, que ele busca, que ele prepara para obter. Hoje, esse é o meu discurso atual. Hoje, nós sabemos da nossa realidade. Um pouco de realismo é importante para cada pessoa. Saber o lugar onde nós estamos. Nós estamos hoje nessa situação. Mas é importante, dentro desse contexto, que a gente entenda que o nosso torcedor acredita e está com a gente. E nunca deixei de dar o meu melhor, de acreditar nisso. E o jogo virou. A bola volta a entrar, as coisas começam a dar certo. Recebeu o abraço do filho, da esposa, que estava com saudade, porque você saiu de casa, mas voltou. E quando a gente volta para casa com uma derrota, é triste. A gente não dorme direito, a gente fica dando voltas na noite. Quando eu perco o gol, eu também é a mesma coisa, viu, torcedor? Quando eu perco o gol, é assim também. Não fico feliz, não, cara. Custa para dormir, custa para digerir. Então, eu também sinto essa tristeza. Mas eu não deixo ela tomar conta. Eu não deixo ela me derrubar. Serve de estímulo. Porque eu venho para cá e trabalho mais. Trabalho mais, trabalho mais, trabalho mais. E eu com 38 anos, sendo um dos mais velhos desse time, continuo sonhando como uma criancinha, cara. E é isso que me motiva. Então, eu fico feliz com o resultado, mas eu sei que eu posso melhorar e vou trabalhar muito para dar ainda muito mais.40歳で今40ちょっとでまだ現役でプレーしてるんですけど、サッカー選手をやりつつも牧師さんなんですよね。だからおっしゃってることがすごいな、伝えるエネルギーを持っている方で、すごく心に刺さる言葉とか他にもいろんな動画があるんですけど、やっぱここまで40歳で現役で続けられるって簡単なことじゃないと思うんですよね。それってやっぱ信じる力が強いと思うんで、それがすごい伝わる動画かなと思います。 すごいですね。はい、こういうなんかやっぱり心がこう元気になるようなね、あの動画をね、訳してもらうとなんかいいですね。トランクイーロって感じ？トランクイーロ、大丈夫です。何でもトランクイーロですね。トランクイーロですね。はい、では、今日はちょっと時間があれなので、簡単なヨガみんなでやろうと思います。お二人はもうヨガマスターなので、少し音をね、楽しみながら、 ブルトガルドってすごい音がちょっとサンスクリット語に似ていて、とても耳障りがいいので、ちょっと簡単ですけれども、やっていきたいと思います。では、ヨガを始めましょう。はい。両手をお尻の横です。姿勢を正します。吐きながら、傾きます。インスピーラー。 肩の力を抜いて。気持ちよく伸びていく体を感じます。次の数タイミングでゆっくりと伸びながら戻していきます。 吐いてくつろぎます。Solta e respira.
また姿勢を伸ばします。正してください。ミドラポストゥレ。反対側も行きましょう。ハムスプラオトゥラ。吸って、今度は右手、吐いて左。インスピレのハートをプラスジレート。肋骨が気持ちよく開きます。センチベイン、アモンドのベイン。鼻からたっぷり吸って。インスピレットのナリース。体が気持ちいいなと感じるところで深く呼吸を繰り返していきます。眠ってるみたいな心地よさを感じます。次の吸うタイミングが来たら柔らかく伸びながら戻していきます。吐き出して、ゆったりとくつろいでください。そうで、ヘラーション。胸の前で合掌して、目を閉じます。そして、また深く呼吸を感じます。セスピラビン。今日も皆様と楽しい時間を過ごせたことに感謝します。で、このまま、ゆったりと深呼吸したまま次の吸うタイミングでまぶたを広げ合掌をほどいていきます。さあ今日の初めてのポルトガル語でヨガのクラスを終わりにしたいと思います。皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。またオブリガードですね。どうぞ。オブリガード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 。ではまた来週もお楽しみに。